こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、全身ユニクロコーデ11月後半から12月の初旬編ということで、お届けをしたいと思っています。気づけばですね、今年も残すところあと1ヶ月ちょいという形になったかなと思うんですが、まあそろそろですね、冬本番ということで、どんな着こなしをしようかと迷っている方多いかなと思うんですね。まあ今年はですね、まあいろんなものが値上げしているというところで、アパレル業界もですね、ユニクロをはじめ様々なブランドの冬物 のがですね結構値上げしていまして普段よりはちょっとですね心理的なハードルが上がってるかなと思うんですねまあ、そんな時こそですね僕たちの身近なユニクロをですね存分に使って冬コーデをですね皆さんにですねご紹介をしてみたいなと思っていますおそらく今回出てくるアイテムほとんどはですね現行で売ってるものもあるんですがちょっと一部ですね去年のものとかも使いながらなので似たようなもので代用しながらですね皆さんなりに ユニクロを使った冬コーデカスタマイズをしながらですね、楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に全身ユニクロコーデ皆さんにご紹介したいなと思っているんですが、まずはですね、こちらのウルトラライトダウンですね。 残念ながら今年のものではないんですが、昨年購入しましたユニクロとホワイトマンテニアリングのコラボレーションのウルトラライトダウン。これが名作でめちゃくちゃ良かったですね。やっぱり良いものってその年だけではなくて、そこから複数年使うことができるので、これは本当に買って良かったなと思います。えー、カラーはですね、オリーブになってまして、まあ、表面見ていただくと、氷炭キルトですね。 ひょ型のこのキルトの感じが個人的にはちょっとこうミニタリーライクですごく気に入ってるんですが、まあ、これをですねメインとしました、まあ、本当に11月後半から12月初旬でまだ晴れていたりだとか曇りぐらいだったら本格的なダウンではなくてこれぐらいのですねライトなアウターで十分かなと思うんですねそういった点では結構これは重宝するんじゃないのかなと思っていますで今年は同じものは売っていないのでぜひ皆さんに見ていただきたいのは リサイクルダウンですね。新作のものが結構これと形が似てるんですね。 ノーカラーのダウンになっていまして、色合いもですね、オリーブがあって、あれもですね、キルトの感じがこういったひょうたんではなくて、まあ通常のダウンに近いんですが、むしろあっちの方が癖がないので、まあいろんな方には似合いやすいかなと思います。まあ僕が着てるホワイトマウンテニアリングとのコラボのものは、やっぱりデザイナーのですね、個性とか、ちょっとした癖というものがうまく取り込んであるので、万人向けという感じではないかなと思うんですね。そのあたりはリサイクルダウンが今季すごく使い勝手がいいと思います。 と思いますねユニコーのオリジナルのアイテムもコラボレーションを経てアップデートされることが少なくないんですがまさにですねこれの後継のダウンとして使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますでこのオリーブのダウンの下にはですねスフレアンのニットですねこれモックネックと丸首があるんですが僕は今回丸首の方を選択しました というのも、このオリーブの色合いがすごく気に入ってまして、何度か動画でも出ているんですが、こちらを着て、その下に白 T ですね、これを重ね着させながら、ちょっとだけ見せたいんですよ。モックネックだとあまり見えないんですが、丸首だと首元だとか、あとはその部分はこれモックでも見えるかなと思うんですが、少しチラ見せすることで明るい雰囲気が出せるんじゃないのかなというふうに思っています。で、ボトムスに関してはもう定番ですね。僕の中では定番なんですが、タックテーパードパンツを合わせて、 冬バージョンの生地ですね。 もうこれ発売された頃にはまだ暑い頃だったのでこんなもん履けるかと思ってたんですが実際に気温が下がってくるとめちゃくちゃありがたいですね。これは素晴らしいアイテムですね。最近はこればかり履いていますがこちらを合わせました。まあもちろんボトムスのシルエットはもうちょっとスッキリとシャープに見せてあげるのもいいと思うのでスマートアンクルパンツ、感動パンツこのあたりはお好みで選んでいただくのがいいと思います。まあいずれにしろこういったオリーブ系のアウターは出発とやぼったく見えるのでボトムスはちょっとねこう引き締めてあげるとバランス 色合いとしては、オリーブとオリーブで、ちょっとこう、濃淡をつけながらも、グラデーションで楽しむのが上半身。それに対して、ボトムスはブラックで引き締める。で、色の配置として、ちょっと重たくなるところを、白 T をチら見せで軽さを出すというところですね。まあ、意識しています。まあ、靴に関しては全身ユニクロと言いながら、ちょっと違うものを合わせていますが、まあ、このようなちょっとミニタリーっぽさを漂うアイテムと、僕はニューバランスって相性いいなと思っているので、グレー系のニューバランスを合わせています。 いましたこのような着こなしは結構簡単でなおかつ本当に季節的にはちょうどいいかなと思うのでぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っていますはい続いて2点目のコーディネートなんですが今度はちょっと綺麗めな着こなしに振っていました一番上に来ているのはこちらですねユニクロのシングルブレストコート昨年のモデルになるんですがこちらダークグレーのヘリンボンガのもうですね こちらを着ています。ちょっと原稿では同じものがないんですが、個人的には今季のダークブラウンですね。まあそちらの色味もすごくいいかなと思いますし、今回のコーディネートをダークブラウンのシングルベーストコートに変えても十分成立するのかなと思っています。まあこのようなコート、冬場にはですね、一着あるとめちゃくちゃ便利かなと思います。まあ重量感がずしあるという形ではなくて、割とですね、軽量なので、休日にもサクッと羽織りやすいんじゃないのかなと思います。で、その内側にはですね、丸首の t シャツと、あとは今季のユニクロ U のですね、V ネックのニットですね。色はナチュラルを合わせました。まあ、ちょっと明るいニットを合わせたかったので、手持ちで今あるのはこれぐらいしかなかったので、こちらを合わせたわけなんですが、まあ、首元を V ネックにするだけで、先ほどの丸首とはまた違った印象になるかなと思うんですね。定番の丸首と、今トレンド感がちょっと高まってきている V ネック型ですね。こちらをうまく使い分けていただくといいんじゃないのかなと思いますね。まあ もうちょっと季節が済んだら中に着てる T シャツを丸首ではなくて ソフトタッチのですね、タートルネックだとか、あとはユニクロ U のモックネックの T シャツだとか、このあたりに変えるのもすごくいいんじゃないのかなと思います。まだちょっと手元にないので、今年はこの後買い足たしまして、今後の12月以降の着こなしには使っていきたいなと思います。で、ボトムスは申し訳ありません。手抜きをしてしまいました。先ほどのままですね、タックテーパードパンツをブラックでいこうかなと思います。まあ、このようなですね、グレー系のコート、ブラウン系のコート、なんでもですね、ブラックのパンツがやっぱり使い やいんですね。ただコートがネイビーブラックだとちょっとブラックのパンツでは重たく感じるかなと思うので、アウターがちょっとこうブラックネイビー以外のですねグレーだとかブラウンだとか先ほどご紹介したようなオリーブだとかそういったものの場合にブラックのパンツは役立つかなと思うので、まあぜひそちらも頭の片隅に置いていただきたいと思います。で、足元はですねニューバランスでも全然いいんですがえ、今回はホワイト系のスーパースターですね。これは合わせてみました。まあ、コート自体がロング丈でちょっと こうビジネスっぽい雰囲気もあるのでスニーカーで少し着崩してあげるとバランスがいいかなと思いますまあ、お手持ちのもの,のスニーカーで大体あると思うのでニューバランス系から白系のスタンスミスだとかまあ、そういったものも合いますのでまあ、ぜひこのような着こなしも一つの参考にしていただければなと思っていますはい続いてラスト3点目の着こなしなんですが このコートはですね、ユニクロいうの今季のですね、レディースの、まあ、ディティー的にはこう、モッツーコートに近いようなデザインのコートなんですが、まあ、コットンで秋に活躍するようなものなんで、主に10月ぐらいがすごく使い勝手がいいんですが、内側にですね、ちょっと着込めば、これから先、 12月の中頃ぐらいまでは全然余裕かなと思うんですが、このコートの下には同じく今季のユニクロ U のトラックジャケットですね。いわゆるこうジャージみたいなものになっていまして、 首元までしっかりとあって、単純に暖かいのと、あとは今っぽい見え方になるのかなと思います。今季はこういったトラックジャケットだとか、あとはドライバーズニットと呼ばれるような、これまた同じような形態なんですけども、ニットでしっかりとこう首回りまであるようなデザインのものですね。こういったものがだいぶ旬になってまして、ステンカラーコート、バルカラーコートみたいなものと合わせたりだとか、こういった持つコートの内側に合わせてもらってもですね、暖かいですし、旬な着こなしに見えるかなと思います。 こちらを使ってみました。そしてボトムスはですね、これまた今シーズンですね、白パンとかちょっと明るめの色のボトムスがかなり増えてるなという印象なんですね。まあ、秋冬の着こなしってどうしてもこう暗くなりがちなんですが、その中にパッと明るいですね、ホワイト系のパンツが加わるだけで、だいぶ鮮度が高くなるかなと思うのでえ、今回はこういったユニクロのちょっと前のおやつだと思うんですね。レギュラーフィットのホワイトデニムを合わせました。真っ白というよりはちょっとナチュラル といいうか黄みがかがってるるので冬でで冬もそんなななにすすね違和感なく合わせられるかなと思いますこちらはちょっと現行で同じものは売ってないかなと思うんですが、ヘルムトラングとユニコのコラボですね。そちらのデニム、白系のものがちょっとライトグレーまじりですごくいいので、まあそういったもので対応していただきたいなと思います。で、足元なんですけども、白とかライトグレーのパンツには、こういったグレー系のニューバランスが一番相性がいいんですね。 ブラック系のスニーカーとかでパキッと合わせるのも悪くないんですが、まあそんなにこう、コントラストが強くない感じでまとめた方がいいと思うので、ニューバランスを合わせてみました。このような着こなしも個人的には結構全身ユニクロっていう感じがしないので、なかなかいいんじゃないのかなと思います。万人向けのスタイリングではないかなと思うんですが、ちょっとおしゃれが好きな方でも、このような鮮度の高い着こなしが、まあ全身ユニクロでできるというのは非常にありがたいかなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思います。ただこのモッツコートだとか、 トラックジャケット同じようなものがなかなかないので、まあ、このようなものに関しては結構セレクトショップのオリジナルですね。417エディフィスでモッツコート良いものが売ってたので、まあ、そちらもリンクを貼っておきますし、トラックジャケットはちょっと似たようなものがなかなかないので、ドライバーズニットとかで代用してもいいかなと思います。そちらも概要欄にですね、似たようなものがありましたらリンクを貼っておきますので、そういったものを参考しながら購入と組んでいただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では全身ユニクロコーテですね。まあ本当に僕の動画の中では一つの恒例のシリーズになってるんですが、まあ正直ですね、結構大変なんですよ、毎回。というのもですね、もう今の季節になるとユニクロも新しい秋冬物ってそんなに出てこないんですね。なんだったらもう春物が入ってくるようなタイミングなので、ちょっと鮮度の高いものを見つけるのが難しいんですね。まあそんな中で今回はですね、昨年のものを引っ張り出していきたりだとか、まあ手持ちを思う中 で色々と工夫をしてみたわけなんですが是非皆さんもですね、ユニクロのアイテムを使うのもいいと思いますし、まあユニクロだけではなくて、他に手持ちのものがあればそういったものでもいいかなと思いますし、GU だとかグローバルワークだとか、あとはセレクトショップのオリジナルだとか、まあ似たようなテイストのものは他のお店でも置いてあるかなと思うので、まあ、そういったもので代用しながらですね、冬の着こなしの一つの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けて、まあユニクロですとか自由を使った 結構リーズナブルな着こなしから、あとはセレクトショップのオリジナルを使ったような、少し中級者ぐらいに向けてのですね、動画をどんどん配信していきたいなと思ってるんですが、もう少しですね、中級者向けのアイテムの紹介ですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube メンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3、4本のですね、オリジナルの動画、だいたい30分ぐらいお届けしてるのと、あとは1、2週に1回のペースで、ライブ配信もやっています。 皆さんのご質問に直接お答えしながらですね、ワイワイと展開していますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンもですね、開催をしています。そちらの方では、大体ですね、一つの記事あたり、1分ぐらいで読めるような分量で、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っています。僕もですね、1日2回ぐらいの投稿をしていますし、 僕以外のスタイリストの方も投稿しています。また、参加者の皆さんも投稿することができて、結構ですね、様々な記事のバリエーションがありまして、大人の男性の社交場として楽しんでいただいてますので、気になる方はこちらの方も概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。